皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですねコンラッドニューヨークミッドタウンをねチェックアウトしたばかりで、これからね次のホテルに向かおうと思います。次はですねアルゴンキンちょっとどっちだか忘れちゃいましたけども、タイムズスクエアの方にですねオートグラフコレクションのねホテルがありまして、こちらマジロット系列なんですけども、今回ねこちらに一泊ねお世話になろうと思います。ここのねコンラッドニューヨークからだいたい歩いてね15分ぐらいだったかな、そこまで遠くないんですよね。でタクシーで行ってもねいいんですけども、前の動画ね見ていただいた方はね分かると思いますけども、ここまで結構バタバタでねチェックアウトしてきておりますので、ちょっとねゆっくりしたいなと思ってますんで、のろのろね歩いていきたいなと思います。まあ、とりあえずねめちゃくちゃ喉が渇きましたね。ということでちょっとね、ブラブラ歩きつつホテルね目指していきたいと思います。で残念ながらですね、昨日前回泊まってたコンラッドニューヨークミッドタウンがですね、レートチェックアウトが1時までしかすることができなくて、今ね午後の1時なんですよね。ですのでチェックインできるかどうか実際わかんないんですよ、行ってみないと。あ、すげえ飛んでる。まあとりあえずね行くだけ行って、ちょっとダメそうだったらですね、フロントでもロビーラウンジみたいなところでねちょっと座らせてもらって、待とうかなと思っております。ちょっとね荷物預けてどっか行くかどうかねちょっと今検討中です。よいしょ、日差しがね強くなってきたんでめっちゃ飛んでましたね。はい、ということでここから15分ぐらいですかね、ちょっととくとこね歩いていきたいと思います。このね右側に映ってるのが、有名なねヒルトンミッドタウンニューヨークホテルですね。こちらはですね今回のニューヨーク旅行でかなり迷ってどうしようか迷ってたんですけど、ちょっとね今回は泊まることはできません。コンラッドニューヨークの方をね選択した感じになります。ということでちょっとね今暑いんで一旦コート脱ぎますね。では行きましょう。今回のねニューヨーク滞在は本当にねミッドタウンエリアですね、上の方に結構固まってまして、次からですかね結構タイムズスクエアの方が好きになってくるかなっていう感じですね。次に行くホテルも43丁目だったかな、先日ね紹介したと思いますけども、鏡張りのところですね、あそこの通り42丁目とかなんですけど、そこの近くっていた形になります。いやここもねめっちゃ人がいて賑わってますね。ちょうどもうそろそろもうちょっと行くとねロックフェラーセンターが左側に見えてくるんですけど、ちょっとねクリスマスツリーはねこっち側の道じゃないんですよね。ラジオシティだけねちょっと遠目に見えるかなっていうところですね。いや今日もめちゃくちゃ暖かいですね。今もダウン脱いでロンティーとシャツ1枚で過ごしてられるんでめちゃくちゃ暖かいですね。こんなに天気でニューヨークの行動できるねあれが変わると思いませんでしたね。2年前凍えながら観光したのが一体本当に嘘みたいですね。ということで反対側にねラジオシティが見えてきました。映ってるかな。はい、ちょうどこの反対側がねラジオシティっていった形になります。ちょっと暗くて微妙かもしれないですけど、いやここ人がすごいな。で赤信号なんですけど渡る人と渡んない人で入り混じってますね。ちょっと他の道に行きたいですね、人が多すぎて。スーツケースを引いて歩くのは申し訳ないですね。ここはちょっと左に行くから先に左に行っちゃおうかなと思ったけどバリケードされてるな。今日なんかあるんですかね、わかんないな。なんかあるのかな。今日12月、今日が3日、なんかあったかな、わかんない。なんかあるんですかね。ちょうどラジオシティのクリスマスツリーが反対側に、これも毎年結構綺麗で夜ねかなり綺麗です。
歩行者天国になってますね。ちょっとわかんないね、今日なんかあるっぽいですね。いや、これはやっちまったかもしれない。すげえ人混みだ。すげえ人混みの中をスーツケース引いてる。これは超絶申し訳ないですね。まさかこんなに人いると思わなかった。そして今から続々とこの、未だにあるんですね。映るかな、ちょっと微妙な感じで。あ、映ってるかな、微妙かな。この通りはですね、この通りはですね、ヴィトンとかプラダとかそういうブランド品の、偽物を売る人が出店を出してるんですよ。でも不思議なんですけど、日本だったらこんなこと絶対ありえないんですけど、アメリカはね、まあ、アメリカなのかニューヨークなのか分かんないですけど、普通に売ってるんですよ、みんな。で、普通に観光客の人ね、買ってくっていうね、うん、もちろん偽物ですよ。多分10ドルとか20ドルとかでヴィトンのカバンとか財布とか手に入るんで、まあ、本物なわけはないんですけど、おまわりさんはね、普通に今私の隣にたむろってますけど、特にね、多分取り締まる法律がないんじゃないのかな、まあ、あれば多分取り締まられてると思うんでね、多分取り締まる法律がないんだと思うんですけど、これ結構ニューヨークあるあるですね。今回ね、見ないですけど、中国人の方がね、まあ、中国人の方っていうと語弊があるのかもしれないですけど、女性の方で、カバンをね、ブランド物のカバンを、肩からかけて10個ぐらいで、それをね、売り歩くんですよ。で、声かけてきて、どう、いらないみたいな感じで声かけてくるんですよね。まあ、日本ではね、考えられないですけど、まあ、売れるからやるんですよね、うん、買う人がいるんでしょうね。でもすごいですよね。僕も最初見た時衝撃的で、ハローっつって寄ってきますから、ね、そしたらカバンめっちゃつけてんなと思ったら10ドル20ドルみたいな感じで販売が始まりますから、ね、前どっかのホテルに泊まった時にすごいそういうの多かったな。どうだったっけな、あそこですね、あれシェラトンか、あシェラトンですね、シェラトンのトライベッカ地区ね、行った時はね、そういう人すごい多かったですね。まああれは地区なのか、今もういなくなっただけなのか分かんないんですけど、でもさっきの違法な販売があるってことは、多分そっちも多分あると思いますね。まあでもそれがね、まかり通ってるニューヨークすごいですよね。日本だったら一撃ですからね。いやどんどんタイムズスクエアに近づいてきてるのかな。すごい、結局何の交通規制だったか分かんないですね。ここら辺はバリケードがされてない。うん、されてないし、でも人は多いですね。いや本当にスーツケース引いてるとね、地下鉄に乗って行ってもいいんですけど、地下鉄のホームに降りるのが結構めんどくさかったりするんですよね。基本ニューヨークの大きい駅じゃないところはエスカレーターもエレベーターもないんで、力技になるんですよね。だったら押していこうかっていった形にね、結構なりますね。だもうそろそろ着くと思いますね。まだね、セントラルパークもほとんど見てないですけどね。まだ見たいところたくさんあるんですけど、どんどんニューヨーク滞在がね、帰国が迫ってますんで、たくさん楽しまないとですね。いや本当に、海外旅行って来た最初は結構時間あるなって、ちょっとゆっくりしちゃおうなんて思うこと結構あるんですけど、なんか進んでいくとどんどん一瞬で、あれもうないみたいな。結構ありますよね、時間が経つのは本当に早い。ということでウエスト44丁目まで来ました。
ここで一回地図確認しておきますかね。確か左だった気がする。いや、こんなにあったかったらね、外でランチとかもいいですね。もう着きますね、すぐそこだ。渡っちゃいましょう。もう見えてくるはずなんですけど、あれかな、 ありましたね。ある渡んなくてよかった渡んなくていい。左側だ。アル銀行、アルゴンキン、ちょっとわかんないな。まあここもね、まあ詳しい話は中でした方がいいですね。はい、さあどうでしょう。今回のニューヨーク滞在でここもね一泊なんですよ。ちょっとね2泊しようかなと思ってたんですけど、スイートナイトアワードマリオットの通らなくて、本当は2泊取ってたんですけど、で、まあ、スイートナイトアワード通らないんだったら1泊でいっかと思って1泊にね切り替えて、今回はねスイートナイトアワードなしでポイントで宿泊っていった形になります。でホリデーシーズンなんでね、おそらくね大したアップグレードは多分もらえないと思うんですよね。もうこの12月入って昨日のコンラットとかも9万5千ポイントで宿泊できましたけど、あれも現金価格だと8万とか9万とかそんなんだし、多分今日のところもねちょっとあんまりちゃんと見てないですけど、多分6、7万ぐらいはすると思います。ということで到着しました、アルゴンキンですね。こちらオートグラフコレクションのホテルというふうになります。とりあえずね今だ1時半ぐらいだと思うんですけども、チェックインできるかどうかねちょっと聞いてみたいと思います。それではね行ってみましょう。こういった形でねオートグラフションのねオートグラフコレクションのねマークもあります。それではね入っていきましょう。それではね無事チェックインすることができました。いやありがたいですね。まだね1時半ぐらいなんですけどもチェックインさせていただきました。今回ね904ということで行きたいと思います。はい、こんな感じになっております。本当にねワンベッドルームっていった形で、今回ねアップグレードをいただけませんでした。でまあそれはねあのこの感じね見ていただければわかると思うんですけども、このホテルねめちゃくちゃレトロでかっこいいですね。ちょっと私のコートとかカバンとか映ってるんで申し訳ないんですけども、いやーここスイートナイトアワード通りたかったな。これのスイートルームとかめっちゃかっこよかったと思うんですよね。まあちょっとねそれはもうしょうがないんでどうしようもないんですけども、簡単にねルームツアーしていきたいと思います。でまずですね今回撮った客室はワンクイーンっていう客室です。でまずね入り口にありまして、こちらお水、おしゃれ、これもおしゃれですよね。初めて見ました。スパークリングサラトガって書いてありますね。これね無料みたいですね。スパークリングってことはあれですかね、炭酸水なのかな、多分そうだと思いますね。こちら無料でいただけるお水がこちらになっております。で氷はね2階にアイスマシンのね機械があるそうなんで、そこからいただく感じですね。でこちらは何にもないかな、こちら何もなしですね。はい、ですぐねクローゼットがありまして、アイロンが上にあって、ハンガーでここにね金庫があります。でここにねガウンがあって、これもねオートグラフコレクションのマークですよね、多分これそんな気がしますけど、ちょっと違かったらすいません。ここに金庫があって、でこっち側にベッドがあります。もう本当にベッドがガツンとある感じですね。でこっちにルームランプで、下にねちょっと暗くて映ってないかもしれないですけども、ここにね AC が2つあります。で引き出しには多分聖書ですかね。はい、でこれ見てくださいよ、このレトロな感じめっちゃかっこよくないですかね。えこの客室の色とかもね、多分これ黄土色みたいな感じなんですけど、こういうのに統一されてるんでしょうね。でもねテレビはね最新式っぽい、この LG のねテレビが結構でかいです。50インチぐらいのがあります。で反対側にはですね、こちらにも、ま、ランプがあって、ちゃんとね USB のね、目覚まし時計と AC がね備え付けられております。でこっち側にねデスク、仕事がしやすそうなデスクがあって、右側にね鏡かな、これは何これ、あこれ拡大鏡ですね、すごいちゃんとあるんだ。拡大鏡と電話と、メモ帳ですね置いてあります。
あ、ちゃんとね、アルゴン琴って書いてあるんですね。すごい。で、あとランプがあって引き出しがあるっていう感じですね。眺望はどんな感じなんでしょうかね。まあ多分そんなに良くないと思うんですけど、これどうやって開けるんだろう、これ。あ、こっちだ。はい、ちょっと一応ね、外見ておきましょう。まあそんなでもないと思うんですよね。全部開くのが。いやー、ちょっと残念。窓が汚れている。ちょっとね、窓が汚れてて、外の景色はちょっと普通に裏階段で、裏は住宅の非常階段みたいな感じですかね。まあこんな感じとなります。客室はこんな感じですかね。あと水回り行きましょう。あとベッドちゃんと見ましょうね。ベッドはね、正面から見ると、まあクイーンベッドなんでそんな小さくないですけども、まあ昨日のコンラットとかね、あれはキングベッドなんでちょっとちっちゃいですよね。こちらはあれはキングベッドで、これはクイーンベッド。キングの方がちょっと大きいんですよね。はい、っていった感じになります。で、こちらがトイレとシャワーですね。今回はバスタブなしですね。ちょっとリクエストね、お願いしてたんですけども、今日はねフルということで、残念ながらバスタブリクエストも通らなかったです。バスタブリクエストが通られて結構珍しいんですけども、まあしょうがないですね。で、オートグラフコレクションのアメニティはこれなんですね。こちらです。ビークマン。これも多分見たことあるんで、他のオートグラフションでもこれ採用しているところあると思います。で、水回り、石鹸等々があって、下にね、ドライヤーとタオルがあります。で、右側がお手洗いですね。こんな感じで、こちらがシャワーブースです。よいしょ。こちら側にはアメニティは特に置いてないですね。固定のシャワーがあるだけとなっております。まあ、お部屋のね、感じは以上ですかね。お、怖っ バキッてなりましたね。はい、ということで、こちらにね、一泊お世話になります。いやね、このホテルね、ちょっと客室自体はね、本当にスーツケースはこっち側にだったら広げられるかなっていうぐらいね、そんなに広くないんですけど、いや、このレトロな感じはね、めちゃくちゃかっこいいですね。ちょっと高いですけどね。7万、カテゴリーね、7なんで、5万から7万ポイント一泊するんですよね。で、現金価格だと多分600とか700、今のシーズンでね、そのぐらいしますんで、まあ、結構高いですよね。多分7万円ぐらいするかな、1泊。ってなるとやっぱり高いですよね。はい、まあ、ここはニューヨークなんでね、このホリデーシーズンのニューヨークは、もう12月のね、この頭、週末にかけてはね、どんどん値段上がってきますんで、まあこんなもんですかね。まあ今回ね、ポイントで宿泊させていただいておりますので、まあ、ありがたい限りなんですけども、こちらはですね、ディスネー城フィーっていうリゾート料金がかからない、ホテルっていうふうになります。ですので、ポイントで宿泊した場合であっても、本当にポイントと税金、多分ね、7ドルとか3.5ドルとか、そういうレベルのね、値段で宿泊できると思います。まあこのね、タックスもね、よくわかんないんですよ。正直、コンラットニューヨーク前回泊まってますけど、あそこは8万5千、あ、えっと、9万5千ポイントで宿泊して、ポイントで宿泊したんですけども、あそこね、税金も何にもかかってないんで、0円なんですよ。でも、ね、マリオットだとね、大体3.5ドルぐらいの税金みたいなのが取られるんで、これマジよくわかんないんですよね。まあ、税金だったらね、コンラットでもかかるはずなんですけど、ちょっとね、そこら辺はよくわかんないです。まあですけど、まあここもね、3.5ドル多分取られると思います。そういった感じですかね。で、マリオットバブルもね、プラチナステータスとしては、今回ね、アーリーチェックインさせていただいて、本当にありがたい限りですね。はい、マジでありがたいです。で、レイトチェックはね、レイトチェックアウトはね、ちょっと聞き忘れちゃったんで、後でね、聞いてこようと思います。で、あとはですね、朝食はですね、残念ながら、このホテルはね、レストランが再開してないということで、朝食はやっておりません。その代わり、1000ポイントをね、チョイスで1000ポイント差し上げるっていった形で、朝食特典はね、利用することができません。またね、エグゼクティブクラブラウンジもね、このホテルにありませんので、プラチナステータスの特典っていうのは、本当に今回のアーリーチェックインとレイトチェックアウトっていった形ですかね。まあ、なんでね、このホテル泊まったかっていう話なんですけども、事前にね、朝食利用できるできないとかね、そういうのも全部知ってまして、ラウンジがあるなしも知ってたんですけども、まあこれね、ここのホテルね、タイムズスクエアのエリアにあって、非常に場所がいいんですよね。で、入り口からしてですね、すごいね、
おしゃれ、まあ、レトロな感じがしてね、ちょっと泊まってみたかったんですよね。でまたねオートグラフコレクションっていうねホテルブランドだったので、まあ、気になってたっていうところもありまして今回ね宿泊させていただきました。でこのホテルね1902年からあるそうなんですよ。すごいですね。だからもう100年以上あるってことですよね。だからもう本当にね内装がねめちゃくちゃレトロで、ちょっとチェックインのフロントデスクの方ね撮れていいかどうかは分かんないんですけども、ちょっと後でねいいよって言われたらね撮りたいなと思ってるんですけど、非常にねチェックインのねフロア、まあ、ロビーフロアですね、そこもねめちゃくちゃレトロな感じでね超かっこいいんですよ。はい、てな感じになりますんで、ここね本当にレトロな感じがして個人的にはねかなりいいです。まあちょっと狭い部分がありますんで、まあ、長期滞在でねお二人とかで過ごすってなるとねちょっときついかもしれないですね。スイートナイトアワードとかね持たれてる方で通してね許可が下りればねスイートルームとかあったらねかなり広くなると思うんでいいと思うんですけども、お二人でずっとこの客室はちょっときついかもしれないですね。まあセントレディスはねあれはスイートナイトアワード通してるんであれはまた別ですもんね。まあでも一般的にはこのぐらいのサイズになりますかね。アップグレードがねいただければねいいんですけども、今回みたいにねアップグレードもらえないとね結構厳しい感じになるかなというふうには思います。ということでこちらにね一泊お世話になります。ということで今日のところはですね、今ね1時45分ということでどうしましょうかね。お昼も食べてないですのでお昼は食べたいな。でタイムズスクエアね近いんでちょっとねタコス屋さん、ニューヨークで有名なねタコス屋さんがあるんですけど、そこにちょっと行きましょうかね。お腹も空きましたし、ちょっと食べて帰ってきてちょっとね編集がねまだ終わってないんで編集頑張らないといけない日ではあるんですけども、はい、とりあえずお昼だけはね今からね食べに行きたいと思います。それではね、出てきました。ちょっとねタイムズスクエアのタコス屋さんに行きたいと思います。いや、このタコス屋さんがですね、美味しいんですよ。まあ、来るたんびにね、行っちゃうんですけども、今日ね、お昼をいただいてませんので、多めにいただきたいと思います。今日泊まってるホテル、めちゃくちゃおしゃれですね。後でちょっとね、ロビールームとかも店お見せしたいなと思うぐらいね、めちゃくちゃ素敵です。ちょっとね、部屋はね、ちょっと狭いんですけど、ホテルのね雰囲気は本当最高ですね。で店員さんもねめちゃくちゃ優しいです。横柄なね感じは一切しないんで、それも結構大きいですね。で残念ながらねレイトチェックアウトはねまた1時ということで、残念ながら4時までできないっていうことなんで、ちょっと明日はね本当におとなしくね早めにホテル戻ってこようと思います。いやね、今日ね本当大変でしたんでね。ということでちょっとタコ屋さんに来てます。今ねタイムズスクエアがもうちょっと奥にあって、その手前ら辺にねタコス屋さんがあるんですけど、この今日ね行くタコス屋さんはロフスタコスっていうタコス屋さんなんですけど、結構ねマンハッタンのいろんなところにありますんで、チェルシーマーケットの中とかにもね入ってますし、市内に結構あるんで、ぜひねニューヨーク来られる方はね行かれてみていただければなと思います。1個3ドルとかそんなもんでねタコス食べれて、これがねめっちゃ美味しいんで、ぜひ行かれてみてください。大人の人だったら3つとか4つとか行けちゃうかもしれないですね。本当にまあ1つはねそんなに大きくないんでね、タコスなんですけど、ということなんで確かここら辺にあったはずで、ちょっとねレストランでいただこうと思ってるんですけど、ワクチンパスポートはね中で食べる場合ね必要になりますんで、あれねえな、ここら辺だった気がするんだけど、潰れてないといいんですけどね。タイムズスクエアエリアだと本当にめちゃめちゃ物価高いと思うんでね、もうちょいですね、この通りじゃなかった恥ずかしい。まあ、このロスタコスのねこの場所のね難点って言ったらあれなんですけどね、これタイムズスクエアのロスタコスはね結構混んでるんですよね。はい、来ましたよタイムズスクエア。一番賑わってるのは後ろの方ですね。ちょっと後で軽く見ていきたいと思います。やっぱりタイムズスクエア寒いっすね。
あ、これ CD 配ってますね。 CD 配ってる。これ詐欺です。この赤い服着ている人たちはね、ただのツアーの勧誘なんですけど、 CD 配ってるのは詐欺です。まあ詐欺っていうかぼったくりね、ぼったくり。まあこの写真撮る人たちも気をつけてくださいね。これもぼったくりです。写真撮るとチップちょうだいって言って、チップちょうだいって言ってくるんですけど、そのチップが高いんですよ。多分10、20とか請求してくると思うんで、それがね本当に気をつけるポイントですね。まあ見た感じで潰れてる感じは しないですかね。どうなんでしょうか。出店とかもめっちゃ出てますし、こういう写真とかね売ってるお店も結構ありますし、ちょっと入ったらあれなのかな、やってないみたいなお店も結構あるんですかね。いや記憶なんて全然あれですね、当てにならないですね。向かいにはハリーポッターがありますね。これはミュージカルだと思いますね。ありました、ロスタコス。看板がちっちゃいな、これ。このね通りの看板かなりちっちゃいんで見逃すかもしれないですね。まあでもこんだけ人だかりで看板入ってますかね、はい、ちょっと人がねがっつり映っちゃうんで、これ以上カメラ下げないですけど、ロスタコスナンバーワンってあると思うんですけど、こちらがね、タコス屋さんで、ちょっと食べていきたいんで食べていこうと思います。では入っていきます。ちょっと人多いな、テイクアウトしますか。ちょっと人多いですね。歩きながら食べようかな。いやー、それもちょっと微妙ですね。いや外でね食べるのもね、あったかければいいんですけど、ちょっと寒いんですよね。どうしようかな。まあささっと食べてささっと出ますかね。はい、そうします。あ、でもそしたらちょっと見せらんないですね。うん、ということなんでテイクアウトして客室で食べますかね。ちょっとねカメラをね置いて食べれるような場所もちょっとねスペース的にかなり混雑してるんで厳しそうなんで、そうですね、お約束の持ち帰りにしましょう。それが一番いいですね。ということで買ってきます。ということで無事ねゲットできました。ちょっとねホテルの客室でいただきたいと思います。ちょっと型が崩れてね、皆さんに綺麗な美味しそうな状態を見せられないかもしれないんですけど、本当にねめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひねニューヨーク来られる方は1回でいいんで、ロスタコスナンバーワンっていうお店です。ぜひ行かれてみてください。あのねその場でオーダーしてね、その場で作ってもらうんでちょっと時間かかるんですけど、非常に美味しいです。ということでホテル1回戻りたいと思います。はい、まさにタイムズスクエアですね。昼間のタイムズスクエアも綺麗でいいですね。まあ、夜もねまた綺麗なんですけど、昼間は昼間でねまたいいですね。うん、もう本当にねカメラ回してる人めっちゃいるんで、多分絶対ここら辺にもね YouTuber とかYouTuber の方とかねいらっしゃると思います。今すれ違った方も私を YouTuber でって言ってたんで、ワンちゃん私のこと知ってたのかもしれないですね。わかんないですけど、多分今日本人の方だったと思うんですよね。私の顔を見て YouTuber って言ってたんですけど、知ってるのかな、どうでしょう。ニューヨークで声かけられたのはね今までに1回だけ声かけられたことあるんですけど、なかなかニューヨークではね声かけられないんで、でも顔見て YouTuber って言うぐらいだったら間違いさすがに知ってますかね。どうでしょう、綺麗なお姉さんでしたね。ということでホテルにね戻っていただきたいと思います。ちょっと飲み物をどっかで調達したいですね。お水が1本しか
ないんで、ちょっとどっかでね買って、まあ、売店というか屋台でね1ドルでゲットしたいと思います。 Amazon Go とかあればねいいんですけど、これに Amazon Go あるのかな、それもちょっと見てみようかなと思います。 Amazon Go ねめっちゃ便利本当に。ではちょっとホテル戻りたいと思います。ということで客室に帰ってまいりました。ちょっと帰りにね Amazon Go やっぱりね近くにありますね、ありがたいです。ゼロペプシですねもらってきました。であとねこちらはタコスになります。今回ねタコス4種類あって、もう4種類ともね頼みました。ちょっとね種類がどれがどれだかちょっと私はわからないんですけども、あのね一番有名でおすすめされてるのはこれですね。私はねこれしかね今のところ食べたことないんですよね確か。で今回ね4種類頼みまして、あ結構ねあれですね美味しそうに見せれるかも、そんなに形が崩れてない。ちょっと手消毒して触っちゃいましょうかね。あ一個ずつ食べていきましょうかね、その方が見せやすいし食べやすいし、そうしましょう。ということでいただきます。まずこれからですね。いやこれね、まあ、1つ4ドル50セントから75セントぐらいするんですけど、まあ、これ全部でまあ2000円ぐらいするんですけど、めちゃくちゃうまいんですよ。ぜひね食べてみてください。めちゃくちゃ麻油です。ちょっとピリ辛なんですけどめちゃくちゃ美味しいです。これポテトとマリネしたお肉だと思うんですよね、うん、でライムがねカゴにねライム入ってますんで、これね無料でいただけるんで、これをかけてねまた食べていただくのもいいんじゃないかと思います。またねさっぱりさがね加わってめっちゃいいですね、うん、結構まだ、まあ、出来たてまでは言えないですけど、あーちょっとあれかな、あ見えない、ちょっと待ってこっちか、こっちはねアボカドのタコスです。見えてます、これもいただいてみます。これも美味しい、だいぶパクチーが効いてますけど、あ美味しい、これも、うん、メキシコの味がしますね、うん、行ったことないけどめっちゃ美味しいです。でそれでは次ですね、あこれはいい感じに映せるかな、よいしょ、ちょっと下向きでいい、なぜ気づかない、はい、そしたらそんなに倒さなくてもねお見せできるはず、どうでしょうか。これもいただ、これはチキンですね。いただきます。チキンもうまいな。うん。チキンもうまいですね。いやこれちょっと順位をつけづらい。それではラストですね。最後はねこちらです。アボカドとこれ牛肉だった気がしますね。はい、いただきたいと思います。いただきます。うん、これもめっちゃうまい、これ順位つけられないな、どれもね当たりだと思います、うん、パクチーのね入ってる2番目に食べたやつ、あれだけねちょっと結構個性が強いっていうか、パクチーガツンくるんで、パクチー好きな方はねいいかと思うんですけども、パクチー苦手な方はねちょっと厳しいと思います。でもね、まあ、それを差し抜けば、はい、全部ね美味しいです。ぜひねあのロスタコスナンバーワン市内にたくさんありますんでね、ぜひ食べてみてください。めちゃめちゃいいね、遅いランチになりましたね、はい、めっちゃ腹いっぱいになってきました。ということで今ね夕方の4時ぐらいということで、昨日の編集がねまだ終わっておりませんので、今日のところはねこもって頑張りたいと思います。おはようございます。今ねニューヨークは朝の5時12分となっております。で、あれからですね編集をして1回8時ぐらいに編集しながら寝てて、でまた夜中に起きて、
で編集の続きをして、まあ、完成したという感じになります。で今ね朝の5時12分ということで、まあ、ちょっと睡眠時間短い、睡眠時間ね多分4時間ぐらいしか寝れてないと思うんですけど、まあ今回ねこのルメディアムじゃない、今回はなんだっけ、アルゴンキンタイムズスクエアホテルもね、レイトチェックアウトが1時、またねこのホテルは朝食もつかないということですんで、まあ、今回のニューヨーク旅行で朝食がないっていうのは多分今回が初かな。でこの先も多分ね朝食がないホテルは多分ないと思うんですよね。ですのでまあせっかくなんでね今から、着替えてですね、朝食ね食べに行きたいと思います。ちょっとね有名なベーグル屋さんでも調べてね行きたいと思います。ニューヨークね朝はめちゃくちゃ早いんですよね。多分ね5時とか6時とかからねどんどん店開いてると思いますので、ちょっと探してね行きたいと思います。ということで今ねまだ寝巻きなんでね着替えたいと思います。本当もねベッドにもほとんど入らずに、あの布団もかけずにですね、あの布団にこうやって本当に軽くね仮眠したみたいな感じになっちゃいましたね。最初はもうこのままこうやって寝てたんですよねということでちょっと着替えてね支度していきたいと思います。ということで外に出てきました。着替えたりしてですねちょっと YouTube のねあのアップした動画はねなんかうまくいってなくて、それやってたらね今ね6時過ぎぐらいになりました。でまあここからね15分ぐらいねそのお店歩くんですけど、まあ、ニューヨークはねまだ朝6時過ぎということで真っ暗ですね。これから明るくなってくるんですけども、まあ、朝なんでねちょっと歩いて行きたいと思います。今回ねベーグル屋さんエッサベーグルっていうねニューヨークでは有名なベーグル屋さんあるんですけど、そちらね先日確か上陸したんですよね日本に。そっちにしようかなと思ったんですけど、ちょっと上陸したんだったら違うとこがいいかと思って、今回ねタルベーグルズっていうベーグル屋さんにね行きたいと思います。いややっぱりね朝なんでねめちゃくちゃ寒いですね。今あの手袋をつけました、寒くて。まあ、今日ね曇りなんでもしかしたら今日一番寒いかもしれないですね今回ニューヨーク来た中で。ということで朝の6時半で、あでも働いてる人は働いてますね、早いなやっぱりニューヨーク。ここのお店のこれベストバイっていうアップル製品とか売ってるお店っぽいんですけど、普通に店員さん働いてましたね。今6時過ぎなんで、まあ、結構早いですよね6時過ぎにもうすでに働いてるって。まあ、あの暗いんでねすごいあの深夜に見えますけど、まあ、6時過ぎだったらまだ暗くてもあれかそんなに驚くことじゃないかもしれないですね。あでもここら辺のお店は全然やってないな、なんかカフェっぽいのあるんですけどね、うん、そこのカフェは、ね、明かりついてましたけど、やってんのかどうかって聞かれると分かんないですね今回のお店はね場所はね私もはっきりよく分かんないんですよ。一番街の方にあるということで、どんどんねニューヨークの今東側に歩いてってる感じです。この並びには、国連ビルとかね42丁目あたりにあったり、上の方に行くとねもうちょっと上の方に行くと、ルーズベルトトラムウェイっていうねあのルーズベルト島に行くねロープウェイが街中にね急にドンってあるんですよね。これもね結構おすすめで、時間があれば行きたいなと思ってるんですけど、普通にあの観光ロープウェイっていうよりかはそのルーズベルト島に住んでいる人たちの、まあ、生活の足になってるんで結構混むんですよロープウェイ自体が。ですんでねあのなかなかねあれですねカメラはもう撮りづらい感じですね。でもね非常に景色が綺麗なんですよ。でまたね地下鉄の切符で乗れるんでそれがまたいいです。ということでメットライフビル到着しました。はい、映ってますでしょうか、メットライフビル。これもね有名なビルです。
まあ、有名なビルですって言っても別に観光展望台があるわけじゃないんですけど、結構ねニューヨークではこのメットライフビルね、ランドマークになります。めちゃくちゃ綺麗ですね。これ多分24時間光り輝いてるんだすげえな。まあ、ニューヨークはどんどん朝を迎える感じですね。コーヒー飲みながら休憩してる人もいるし、でもまだ歩いてる人はそんなに多くないですね。ほとんど車ですかね。あれ通れるのかな、こう渡っといた方がいいの。今バンダービルトアベニュー、今イースト45丁目ですね。このタルベーグルも前グランドセンタルの近くになんかなかったかな、違う店かな。まあまあ行ったことない店だったらそれはそれでいいんですけど、前行ったお店ここだったがちょっとね微妙なラインなんですよ。あ、ここスタバだ。あ、やってないですねまだね、これからですかね。あ、でもスタバもそんな朝早くないのかな。本当にニューヨークって不思議な街ですよね。こんなになんか物は物価は高いしホテルも高いし、だけどホームレスも多いし、ですごいきらびやかな感じだけど床はめちゃくちゃ汚いし、まあ、床は汚いのは結構あれらしいですけどね、あの観光スポットあるあるらしいですけどね。フランスとかも汚いって言いますもんね。ちょっと私は行ったことがないんで何ともあれなんですけども、行くまではすごい綺麗な街をイメージしてたけど日本の方が全然綺麗だっつって、まあ、日本は綺麗ですよね。なんでゴミ箱もあんま今多くなくなったのにみんなゴミを捨てないんだっていう感じですよね、きっとね。ニューヨークとか街交差点の角にちゃんと置いてあるのにゴミ捨ててありますからね。あと駅の方もゴミ箱めっちゃあるのにホームに捨てる人見ますからね。これがね分かんないっすよ、日本人には絶対分かんないもんね。ゴミ箱あんだったらゴミ箱に入れりゃいいのにね。なんかあるんですよねきっと、そんなことしてたまるか的な何かが多分あるんでしょうね。さあイースト45丁目まで来ましたね。あ、いやいやいや、ここはここはね、あ、ちょっと通り名前が書いてないね。お、寿司 CO グランドオープンって書いてある。あ、お寿司置いてある。ちょっと止まらずにはいられないお寿司屋さんですね。映ってるかな。あ、映った映った、はい、こんな感じで、あーダメか、こんな感じで照り焼き弁当、寿司ロールボックス、フォーロールボックスということで、この真ん中のはね照り焼き弁当らしいですね。はい、照り焼きが見当たらないけど、これ鮭に見えるんだけど違うのかなまあ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 、これがニューヨーク流の照り焼き弁当かもしれない。鮭の照り焼きかもしれないですね。あとラーメンにムール貝っぽいのが入ってるんですけどね。あとうどん、あとこれは餃子かな。うん、ちょっと鮭っぽい照り焼き弁当はあれですね、興味深いですね。一体何が照り焼きなのか、鮭の照り焼きだったかな。いや、あれ鮭じゃないのかな、まあ、照り焼きだったら、まあ、まあまあまあチキンあたりが入ってると思うんですけど、まあ難しいところですね。うん、いや面白いな食べてみたいですもんね、ちょっとね。こっちで作る、まあこっちで作るお寿司とかね食べたことあるんであれなんですけど、まあ普通に美味しいんですよ、普通に美味しい。うん、まあ、わさびがねあんまり辛くないぐらいで普通に美味しいんですよネタは。ここら辺を左かな。ちょっと曲がったほう、すごい大きい通りに出ましたね。そして方角的にはあっちなんですよね。いやちょうど夜が明けますね。いや今回のニューヨーク滞在のホテルは本当に面白いですね。アルゴンキン、今回泊まってるアルゴンキン、アルギンコン
非常にいいホテルなんですけど、レトロで。ちょっとね、やっぱりカテゴリー7にしてはね、もう一押し欲しいですね。まず広さとかは別にいいんですけど、よく考えたらね、コーヒーマシンもないんですよ。コーヒーマシンもないですし、まあ、お水は2つあってね、あれやっぱり炭酸水だったんですよね。まあでもコーヒーマシンはね、私としてはねちょっと欲しいですね。コーヒーめっちゃ飲みますんで、ちょっとコーヒーマシンがなかったらちょっと残念。まあそれ以外には別に困ってないかな。まあバスタブは欲しい人なんですけど、今回ちょっとリクエストをお答えできませんって言われちゃったんで、まあそれはまあしょうがないですね。ニューヨークのスタンダードは基本的にバスタブないですからね。あるホテルの方が多分少ないと思いますね。まあバスタブ作るだけでね、面積的にコストかかりますからね。で使わない人もね、こっちの人は多いですからね。まあ私としてはね、ニューヨークは寒いんで風邪ひきたくないんでね、温まって寝たいんですよね。この感覚もきっと日本人なんでしょうけど、どうなんだろう、みんなシャワーしか浴びないのかな、こんな寒いのに。どうなんでしょうか。よいしょ、ちょっとここ明るく開けてるんで、ちょっと道調べます。よいしょ。手袋してるとね、一回一回置かないといけないんでね。イースト54丁目、お、右折。それでは行きましょう。暗いとめっちゃ綺麗ですね、本当に。お、ここ24時間の薬屋さんなんだ。全然やってるとは思えないぐらい、なんか閉鎖の影なかったですけど、このお店ですね。24時間って書いてある。お、スタバやってますね。店員さんがいます。どうしましょうかね。店内で食べるか外で食べるか迷ってるんですよ。寒いんでね、できれば店内がいいんですけど、でも混雑してるとね、こんな時期なんで嫌なんですよね。難しい、本当に難しいです。何なんだろうここは。オフィスビルなのかな。そしてイルミネーション。あ、ここスミス&ウォールスキー、これ多分ステーキ屋さんですよね。これあれだ、もう全然来る気なかったですけど、これ多分あれですね、プラダを着た悪魔の、アン・ハサウェイがステーキの注文を、ステーキ取りに来るお店ですよね確かここ。多分そうですね。なんかこのお店の感じがねすごい印象的で思ってたんですけど、こんなところにあるんですね。思ったより場所良くないですね。いや、これはいい方なのかな。はい、こんな感じになってます。いや、多分見覚えある方ねいらっしゃると思うんですけど、こんなとこにあるんだ。イースト49丁目ですかね、あります。こんなとこにあるんだ、いいですね。ちょっとね見たいなと思ってたんですよ。まあ食べなくてもいいなと思ってたんですけど、いや、こんなとこにあるんですね。めっちゃアッパーイーストサイドにあるんですね、49丁目。まあアッパーなのかミッドタウンなのか微妙なラインだと思うんですけど、こんなところにあります。プラダを着た悪魔をロケ地で回ってる方はいいかもしれないですね。会社で使われているビルもね、ちょっと時間があったら行きたいなと思ってるんですけど、あそこはちょっと見たいですよね。まあ中は入れないんですけど、外側はね、観覧することはね自由にできると思うんで。まあでも映画の舞台とかね、そういうところになってるところに見に行ったりねするのは楽しいですよね。本当に私もゴシップガールのロケ地はほとんど行きましたから、この話したかもしれないな。おお、このマクドナルド、僕初めてニューヨーク来た時に来たかもしれない。多分そうですよね。ここら辺にエッサベーグルがあるんじゃないですか。ありました、やっぱりそうですね。ここ多分あれじゃないですか、この前小野田さんが来てたエッサベーグル、ここじゃないですか多分。そう、違うかな。
店の感じがこんな感じだった気がする。いや、エスタベーグル通り過ぎるとは思ってなかったな、でもまあ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 、日本で食えますんでエスタベーグルやめておきましょう。私も何回か食べたことありますけど美味しいですよね。さあ、結構歩いてきましたね。今イースト52丁目ぐらいかな。そうですね、イースト52丁目、結構歩いてきましたね。でもこんなに人が多いニューヨークで映画の撮影ってすごいあるじゃないですか。どうやって撮影してるんですかね。多分画面に映る人って全員エキストラですもんね。スーパー交通規制してやるのかな。ゴシップガールの時もすごい思いましたけど、メトロポリタン美術館の階段とかもね、普段すごい人いるんですよ。あ、こっち地下鉄の駅があるんだ。すごい、またスタバ発見。ニューヨークは本当にね、どこでも目と鼻の先にスタバがありますからね。まあでも住んでる人からすると超便利でしょうね。でもこんだけスタバがあるっていうのもすごいですけどね。そんだけ需要があるってことですもんね。車来てね。あ、青になった。どうしましょうかね。ベーグルを食べて、そのまままだね、今回の旅ではセントラルパーク行ってないんでね。でもセントラルパークを普通に歩いて回るとマジ2時間とかかかるんで、あれしましょうかね。せっかくなんで自転車とかで回りましょうかね。シティサイクル、あの青いチャリンコ、確かあれアプリとかでね普通にできたり、まあその場でも多分できると思うんですけど、クレジットカードあればね、確か30分いくらみたいな感じで利用できると思うんで、ちょっとセントラルパークをサイクリングでもしてみますか。でもあれ時間内に返さなきゃいけないんで、それがちょっと怖いですよね。まあスポットはたくさんあるんですけど、でもちょっとなんか時間の制約がある自転車って怖いですよね私だけかな。あ、明るくなってきましたね。だいぶ朝っぽくなってきました。いや、いい。それではね、ちょっとベーグル屋さんに着くまでね、とことこ歩いていきたいと思います。あと10分ぐらいで着くと思うんですよね。それではお店到着しました。外にね席があるんでちょうどいいですね。外でいただきましょう。それではですね、注文しました、クリームチーズのベーグルとチキンのサンドイッチとコーヒーですね。私の英語は通じたらそう注文できてたはずです。あとコーヒーですね。で、このお店はですね、すごいフレンドリーで優しい店員さんが多くて、あの私の拙い英語でもね、あのちゃんと聞き取ろうとしてくれる感じがして非常に良かったですね。ではいただきましょう。でですね、朝が早いということで誰もいらっしゃらないんで店内でいただくことにしました。まあね、なんか結構人多くなってきたらね、外行こうかなと思うんですけど、まあ、今のところね、私以外店員さんしかいないんで。ではいただきます。まずではクリームチーズのベーグルですね。いただきます。で、このお店はね、あの焼いてくれないんでね、あの焼いたベーグルがいい人はここダメかもしれないですね。こう割れます、ね、見てください。よいしょ、こんな感じです。いや、めちゃくちゃ美味しそう。ちょっと私はね、あのブルーベリーのクリームチーズが良かったんですけど、ブルーベリーはないみたいですけど、ね、でもね、ストロベリーはちょっと後から見ちゃってね、そっちでも良かった。いただきます。めちゃくちゃうまいです、ね。価格は全部で16ドルでした。ですので、まあそれだけなんで、まあ1800円ぐらいですか。高いな高いですね。まあでもコーヒーもね、ちょっとラージサイズにして、まあいいでしょう。じゃあちょっとこのもう一個だけ、チキンサラダと、チキンとサラダとオニオン、こんな感じです。
どうでしょうか。これはちょっとね、メニュー見た時にメニューにありまして、ちょっと美味しそうだなと思って注文してみました。いただきます。あ、これ両方ともめちゃくちゃうまい。ちょっとお値段ねしますけども、でちょっとここはね、一番街とちょっと住所出しておきます。あ、住所ね、概要欄に Google のマップ載せておきますね。ちょっとね、中心地から東側にねそれるんですけど、ぜひ来てみてほしいですね。めちゃくちゃうまいです。ということで、あとはねゆっくりいただきたいと思います。いや、めっちゃうまいです。それはね、タルベーグル出ました。いや、めっちゃ美味しかったですね。店員さんも非常に親切で、ゆっくりねいただくことができました。でですね、すごい お腹空いてたんですよ。で、全然余裕だろうと思ったら全然2つ食えなかったですね食べきれなかったです。お持ち帰りさせていただきました。今日のお昼かね、夕飯足しにしたいと思います。今日もねレイトチェックアウト1時までなんで、昨日みたいにね焦って帰りたくないんで、まあ11時半ぐらいね目処にホテル帰りたいなと思います。今日はねパッキングも何にも全然してないんでね、昨日はねパッキングまで行かなくてもある程度セットまではねしたんですけども、今日はね本当にそのまま出てきちゃったんで、またね編集してるとね、あれがこれがあれがこれがっつってスーツケースをひっくり返すんで、結構ね悲惨な状況になってます。ということで、もうねすっかり朝になりましたね。はい、もう空もね明るくなって、いや、このマンションとかねちょっと映んないかな、バルコニーとかねそこにあるんですよ。非常に素敵ですね。これタワーマンションみたいな感じなんですけど、いや、いいですね。チェアみたいなのが置いてあってリラックスできると。ひとまず今はねセントラルパークに向かって歩いております。セントラルパークのね周りにも確かシティバイクの自転車ね置いてあったと思うんで、それでねちょっと利用していきたいなと思います。30分いくらだったかな、ちょっと1時間にしてほしいですけどね。まあ別に返さなくても延長料金を払えばいいだけなんですけど、なんでしょうね、なんか延長料金って嫌ですよね。できればそのままで返したいですよね。ちょっとね後悔してることが、先ほどのコーヒーね、ちょっともうコーヒーもすごい飲みたくてラージサイズを頼んでしまって、ラージサイズを全部飲んでしまったんですよね。このトイレ事情に厳しいねニューヨークでお手洗い行きたくなったら困るなと思って、飲んだ後にね気づきましたね。はっと思って、こんなに飲んで平気かなと思って。今のところ問題ないんですけど、まだ朝なんでね、フードコートとかデパートとかやってないじゃないですか。ですんでちょっとね潰しが効きづらいのに、ちょっと勢いよく飲んでしまいましたね。まあコーヒーもめちゃくちゃうまかったんでいいんですけど、銀行の ATM の入り口にホームレスの方がいらっしゃいますね、3人ぐらい。いや、あれは怖くてお金引き出しに行けないですよね、 ATM の後ろに。まあでも寒いですからね、今シェルターとかないんですかね。まああると思うんですけど行きたがらないのかな。まあ本当に寒いからまだねあったかい方かもしれないですけど、氷点下になったら普通に投資しちゃいますよね、ニューヨーク。あ、いいですね、明るくなって。ちょうどさっきね行きに来たメットライフビルっていうのが一番奥にあるビルなんですよね。横にちょっと広めのね、本当に真正面にあるとでっかいやつですね。あれが朝見たメットライフビルですね。まあそこから歩いてきたと。ということでセントラルパークに行きましょう。今ねこのまま行けば多分セントラルパークに行けるのかな。今55丁目、多分行けると思いますね。この前ここ通りましたね。あれかな、
大使館、領事館行った時通りましたね、ここ、このフェラーリのお店通りました。あ、この通りだったんだ。そういうことですね。ということで、もうちょっとでね着くと思うんで、セントラルパークちょっととことこね歩いていきたいと思います。いやー、この時間のニューヨークマジ超気持ちいいですね。ぜひこの時間ね、ちょっと早いですけどね、ホテルに朝食ない時とかね、行かれてみてはいかがでしょうか。私もこの時間にね散歩するとか超久しぶりだと思いますね。やっぱり基本的にあのホテルの朝食はね着くんで、6時台とか外出ることほとんどないんですけど、久しぶりに出ましたけど、いいですね。ちょっと暗すぎたかもしれないですけど、行きはねこの時間とか本当にいいですね。今7時ぐらいかな。ということでちょっとね歩いてセントラルパーク行きたいと思います。それでは今私はですね、プラザホテルの前のところにおります。で、今からですねシティバイクで自転車借りて、ちょっとセントラルパークね散歩しようと思います。ここもですね結構有名な広場で、あそこでもねゴシップガールでテリーナとブレアがね、あのお母さんのたちの服を撮って、マンハッタン内を写真撮りながらね、あの移動していくのはね確かあそこだと思いますね。ということで、今ねプラザホテルがここにあって、プラザホテルの前にねあそこにシティバイク、まあちょっとちっちゃくて見えないかもしれないですけど、青い自転車があると思うんですけど、まああれを借りてですね、今日はワンデイパスっていうのをね12ドルで購入して、それでねちょっとセントラルパークの中ね走っていきたいと思います。いやね、昨日とは打って変わって本当に今日はね曇ってて、あの晴れ間はねちょこちょこ出るんですけど、なかなか太陽がね出ないということで、めちゃくちゃ寒いです今。ということで今日はね髪の毛もワックスでガチガチで固めてたんですけど、ちょっとそれをね気にしないでニットをかぶりました。ちょっと寒すぎてね、これつけないで自転車に乗るとかねちょっと無理だなと思ってかぶりました。ということなんで、もう結構ねガチガチの装備でやりたいと思います。シティパスのね1日券がここにはね15ドルって書いてあるんですけど、ネットではね12ドルぐらいで買えて、アプリもあるんですよね。で、アプリで操作した方はねはるかに分かりやすいかなと思いますので、アプリでね利用されることをお勧めします。で、1日パス12ドルで購入して、で30分以内に返さなきゃいけないんですよ。ですんで1日購入できるんですけど、30分以内に1回このスポットに1回返して、返したらまた使う、返したらまた使うみたいな感じで、ワンデーパス、ワンデーパスだからといってこの30分制限が消えるわけじゃないんで、ここだけね注意が必要です。ということで、あのね前すっごい昔にねこれ機械でねやったんですけど、マジねあんまり良くなかったんで、スマートフォンのアプリでやった方がねいいんじゃないかと思います。ということで乗っていきましょう。いや、なんていうことだいや、残念なことにですね、今ちょっとセントラルパークのね端っこの方まで今来てるんですけど、あのね今ここまで自転車で走ったんですけど、なんと GoPro の映像が撮れてなかったです。ザー、悲しい。いや、ちょうどですね今どこら辺って言えばいいのかな、まあそこにセントラルパークあって、その隣ら辺に今いるんですけど、いやー、まさかねスタートボタン押したつもりだったんですけど、途中で止まっちゃってたみたいで、残念ながら撮れてなかったです。でですね、あの仕組みがねやっと分かりました。あのね E バイクには、このニューヨークのこのシティバイクには、あのこれ電動チャリバージョンと、普通チャリバージョンがありまして、で今ね私は気づかずにねこの電動チャリバージョンでここまで来たんですよ。でめちゃくちゃ快適で、これまあ電動チャリなんでね、もう坂道もスイスイなんですけど、デイパスが結局15ドルでした。失礼しました、先ほど12ドルって言ってたかもしれないですけど、15ドルで利用することができて、でこの電動チャリは1時間につき 0.18 セントだったかな、まあ、追加料金がかかってくるんですよね。ですんで、あの1分間にそれがどんどんねチャージされてって、まあ、エクストラチャージみたいな感じで料金がかかります。だから15ドル以上実際かかっちゃうんですよね。でこっちの何もない普通のやつは
まあ、かからないと、まあ、そのままね、あの時間内に返せば15ドル以上かからないんですけど、まあ、これねちょっと気をつけてください。私はね気づかずにこの E バイクを取ってしまって、すげえ快適じゃんと思って降りたら課金がされてたっていうね、すごい一番残念な感じだったんで、まあ基本的にはね、あのこっちがあの追加料金かかんなくてねいいんじゃないかなと思います。マンハッタンはね結構山坂そこまでないですけどちょこちょこありますんで、重いの嫌だっていう方はねこの E バイクを選択するのがいいかもしれません。でアプリでね、完結してアプリでクレジットカードを登録して、まあ、パスをね、ワンライトパスなのかデイパス、まあ、1日ね利用できるやつに買うのかは、まあ、そこら辺は自由なんですけども、まあ、利用方法としてはアプリでねここにQR コードありますよね、これを読んでいただくとあのアプリとねあの連携してこれのね鍵が開いて30分間利用できるみたいな、まあ、そんな感じになります。まあね、せっかくねここまですげえ喋りながら来てここについて取れてなかった事実を今知ってですね結構がっくり来てます。とりあえずですねもう一回今度は普通の自転車でね行きたいと思います。いや今までねこの電動チャリだったんでめちゃくちゃ快適だったんですけど、いやこれはね悲しいですね。いやなんでどこで止まっちゃったんだろうな、なんで止まっちゃったんだろうな、本当に悔やまれますね。ということでセントラルパークにねサイクリングコースがねありますんでそこをね走りたいと思います。では行きましょう。はい、こんな感じで時間が始まりました。30分以内に返さないとまたこれもね、課金が始まります。デイパスですけど1日中借りていいわけではなくて30分以内に返さなきゃいけないんでね、そこだけ勘違いしないようにねしてください。ということで、9時15分までに借りダメだったかも、話してたらダメだったかも。大丈夫ですね、はい、先に取りましょう。 OK かな、 OK ですね、引き出してから話し合い、はい、はい、こんな感じでね始まりますんで30分以内に返す感じですね。こんな感じでね表示されますんで30分ですね今から、はい、だから9時15分までにこのどっかのスポットに返せば OK です。でスポットはですねアプリの方でスポット見れますんで、スポットわからないみたいなねそんなのは大丈夫です。お気になさらないでね、スマートフォンアプリがちゃんと電波がつながっている状況であればねそんなに困らないと思います。でもさっきね電動チャリだったんですよ。でめちゃくちゃ快適で、まあ、今ねちょっと普通の自転車になって結構きついかなと思ってたんですけど、まあ、やっぱりね当たり前ですけどさっきの方がね楽だったのは間違いないですけど、すげえ辛いかってやるとそこまででもないですね。まあ、さっきの方が若干楽だったよっていう感じですね。これ待ってるんじゃなくて二重駐車なんだ、すごっ。いやもうさっきとかここら辺スイスイで走ってたんですけど、そうなんかね今日ねマラソンイベントがやってるみたいで、ちょうどさっきね開始のセレモニーみたいなのやられてたんですよ。それも撮影できててやったとか思ってたんですけど全然撮れてなかったですね。すごい。まあこの自転車のねマークが左側にありますんで、まあここをね走った方がいいんだと思うんですけど、ちょっとねこのマラソン大会の方々がね結構はみ出してまして、こう右側はですね普通に皆さんねご覧いただければ分かる通りね、マラソンには関係ない人たちはね普通に右側をね利用してるんで、先ほどもそうだったんですけど私もこの例をね利用させていただいてます。ちょっと見えてるかどうかわかんないですけど、この自転車にもね
一応あのギアみたいなのがついてまして、この右側のここの部分にこうね、回すと重くなったり硬くなったりね、ペダルがしますんで、いやー、やっぱりさっきの自転車楽だったな。この坂すらもう余裕でしたからね、さっきスイスイで。あー、坂道終わりましたわ。よし、ここからこの流れ行くセントラルパークの景色をね、皆さんにお見せできるかと思います。これ右側にあるのがメトロポリタン美術館ですね。ちょっとね、風をもろに受けてますんで、ちょっと音声の方ね、乱れてるかもしれないんですけど、そこはご了承ください。ちょっとボボがひどかったらね、音楽に乗せてこの景色を楽しんでいただきたいなと思います。いや、でもこれめちゃくちゃ気持ちいいですね。これでホテルまで帰りたいな。ハードル高いんですかね。いや、ということで、このシティバイクでこのセントラルパークはね、めっちゃいいですね。本当にいい。セントラルパークって普通に観光するとめちゃくちゃでかいんで、まあ私の動画で何回も言ってると思うんですけど、なかなかね、全部回るのも大変だし、回ることはできるんですけど、めっちゃ疲れるんですよね。かといって馬車の乗るのも高いしね、人力車もあれ時間で金取られるんで結構高いんですよ。そう考えたら、この15ドル払ってね、ワンデーパス乗って、まあ e バイクでもね、普通の自転車でもいいんじゃないでしょうか。かなり、あー、めっちゃ紅葉が綺麗。すごい、もう本当に流れに任せて乗ってるんですけど、実際今私ね、セントラルパークのどこら辺にいるかは全然わかんないですね。すごいですね、これ。あ、でも7マイル地点とかちゃんと書いてあるんだ。すごい、面白いですよね、これ。一般の人は普通に右側歩いたり逆走したり、あ、ローラースケート、あ、なんて言うんでしたっけあれ、ローラーブレードちょっとわかんないですけど、あれも気持ちよさそう。でも疲れそうだな、あれも。下り坂はいいけど、できればあれですね、セントラルパークの反対側まで行きたいですね。これで別にハーレム地区まで行かなくていいんですけど、ちょっとまたぎたいですね、セントラルパークを。時間平気かな、あと10分ぐらいですね。そろそろ危険ですね。外に出れそうだったら外に出ましょう。あ、これでマラソンの人たちは左に行くんだ。じゃあそのまま真っすぐ行って、あれですね、抜けれますね抜けれるのかどうか知らないんですけど、これはジョギングしてる人も気持ちいいでしょうね。うん。あ、すごい下り坂になってる。え、ちょっと待って、これどこに出るんだろう。あと10分で自転車返さなきゃいけないんで、できれば、あれしたい。早く外に出たい。反対側見えてきましたね。うん。よし、このまま出よう。そしてスポットを探します。あ、やっぱりアメリカはあれなんですね、話し合いが普通 OK なんですね。あれなのかな、ちゃんと訓練をされてるみたいな感じなのかな。はあ、無事返却できます。よいしょ。もうちょっと奥まで OK。
これで大丈夫でしょう。あ、ちゃんとフェア0円ってなってますね。さっきここにね値段出てたんですよ。いくらだったかな、ちょっと見てみましょうか。あ、ほらライドレシーブ来た、これだ。あ、Eバイク代が4ドル、まあ、3ドル72セント取られてますね。で、もともとが15ドルなんで、まあ400円ぐらい追加で取られた感じですね。でも疲労感から言うとね、Eバイク最高だったんで、これはね、今からもう一回乗りますけど、めっちゃ Eバイク乗りたい。いや、でもお金もったいないんでやめますか。ということで皆さんいかがだったでしょうか。結構良かったんじゃないですか。それでは普通の自転車に乗って、ここね今どこら辺なんだろうな、ここは、あ、結構上の方にいるのかな。ちょっと見てみましょう。めっちゃ遠くまで来てるわ、すごい。私こんなとこ来たことないわ。はい、もうここね、ハーレムとかそこら辺、ハーレム地域ですねここは。ちょ、見えるかな。今ねここら辺にいるんですよ、この自転車があるとこ。見えます、ここ。もうセントラルパークのね本当に上側にいるんですね。だからもう今もう私完全に方向感覚ないですけど、今セントラルパークのこう四角があったら今上の方にいるんですね。私横の方にいると思ってたんですけど、いやー、かなりねびっくりです。めっちゃ走りましたね。じゃあこれこの道を、そうですね、このまま突っ切って左行けばマンハッタンに帰れるんですけど、そうなんだ、そんなとこまで来たんですね。セントラルパーク通ってまた戻りましょうかね。はい、ということでもう一回自転車借りてね、セントラルパークのところをとりあえず出て、そこでもう一回自転車乗り直しましょうかね。もうこの自転車でねホテルまで帰りたいなと思ってますんで、はい、ということでもう一回乗り直しましょう。いや、それではね、シティバイク乗って今ね何丁目だっけ、ここ72丁目まで来ました。でですね、72丁目のねこのセントラルパークの出口の角にあるのが、こちらがダコタハウスですね。まあ、皆さんね、あ、聞いたことあると思うんですけども、あそこの入り口でジョン・レノンが射殺された場所ですね。まあ、ここもね完全に今は観光地化されて、まあ、観光地化されてっていうか、もう皆さんねここで写真を撮ったりね、されている感じですね。で、この先のねセントラルパークの中入っていくと、ストロベリーフィールズとかね、まあ、そういった場所があります。で、今ねこのスポットに自転車を返しにね来たんですけども、いや、めちゃくちゃ暑い。いやね、Eバイクじゃないとね本当にすごい汗をかいてしまって、今ねダウンを脱ぎました。ということで、ここからですね、まだ72丁目で、私のホテルがあるのが40何丁目なんで、まあ、ここからね、ババッとね自転車を乗り継いでホテルまでね帰りたいと思います。ということで行ってみましょう。ではもう一回行きたいと思います。いや、ここまで使ってたらあれじゃないですか、元取ってんじゃないですか。よし、では行きます。よいしょ。
いかがだったでしょうか。ちょっと私もね、映像まだ確認できてないんですけども、まあ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 いい映像撮れたんじゃないかなって思ってます。それでは今ね、ちょうど11時ぐらいかな、あ10時半、ちょっと早いですけど、ホテル戻ってとりあえずパッキングだけしたいですね。パッキングしてからもし出るならちょっと出たいですね。とりあえず本当に部屋がぐちゃぐちゃなんで一回片付けましょうということで、一回ホテル戻ります。それはですね、ちょっとねホテル戻ろうと思ってコーヒー飲みたいなと思って歩いてたらですね、こちらスターバックスのねピックアップ、ここねモバイルオーダーをして受け取れるっていうね店舗なんですよね。これ確かね最近できて、あのニュースとかにもねなってたんですけども、残念ながらですね日本のスターバックスアプリからは利用できないんですけども、まあアメリカのねスターバックスであればここで注文しといて、まあ後でね受け取るみたいなね、そんな感じで利用することができます。でね、こんな感じで名前が記載されます。で、あのねモバイルオーダーだけだと私ね思ってたんですけども、まあ、そんなことはなくて普通にね注文することもできるし、モバイルオーダーして後で受け取るみたいなね、そういったこともね利用することができるっていった形になるんですよね。ここはちょうどですね市立図書館か、図書館ですね、ここのねちょうど42丁目の、市立図書館の向かいら辺にあって、この市立図書館の裏側にブライアントパークっていうね大きい公園があるんですけども、そこのね真向かいにねあります。はい、ということでスターバックスね好きな方はですねぜひねこちらも利用してみてください。まあわざわざ利用する方はいないかもしれないですけども、まあこういうね三線式のお店もねあるっていった形になります。ということでもうねホテル帰る気満々だったんですけど、ちょっとコーヒーが飲みたいなと思って来てしまいました。はい、ということでまたねちょっとダンキンドーナツをね今回の旅では食べたいなと思ってまして、ちょうどねもう11時過ぎなんですよね。ですんでお昼もね買って帰ろうと思ってて、まあ、朝食べたねベーグルが半分残ってますんで、まあ、それと一緒にねダンキンドーナツ買って帰りたいと思います。まあ、そう思ってねちょっと寄り道してホテルに帰ろうかなと思ってたら、ちょうどねあのスタバがあって、またねダンキンドーナツもその隣のそのね今向かってるちょっと脇にねありますんで、そこでねダンキン買ってホテル戻りたいと思います。それではねダンキンドーナツ到着しました。ちょっと買っていきたいと思います。それではねホテルの方入ってきました。今ねホテルのパブリックスペースみたいな1階のね待合所、ここはもともとバーカウンターがねそこにあるんで、まあ、元々はねそういった形で使われてて、今ねバーもレストランも閉まってるんで、まあ、ここはまあ何ですかロビーの待合室が大きくなった感じで開放されてる感じですね。はい、ちょっとね客室の方はかなり狭いんでここでいただこうかなと思います。いやスタバのカプチーノすっげー久しぶりに飲んだんですけど、やっぱり美味しいですね、うん、でも高いな、いくら6ドルぐらいした高い、まあ、レギュラーサイズで頼んだこれで6ドルです。まあでもちょっとね、あのアマゾンじゃない、あのスタバピックアップをね使ってみたかったのでちょうどよかったです。まあ、使ってみたかったって、まあ、私は普通に注文しただけなんですけど、あの注文できるかっていうのはね分かんなかったんで、じゃあちょっとねかなりカロリー消費したんでドーナツ先にドーナツいただいちゃいます。この後あのあれもいただこうかなと思います。まあこれはね先ほど食べましたんでね、うん、めちゃくちゃうまいですね。これねバニラドーナツとあともう一個ストロベリードーナツっていうこのドーナツの上に白いのとピンク色のが乗ってるやつにしました。だからもう体に悪そうなやつ食べたくて、でダンキンドーナツの前に黒人の人がなんか撮ってる、まあ入ってくる人に話しかけてて、ホームレスの人って私気づかなくて、まあなんか言ってるなぐらいにさ、まあ、基本的に僕ニューヨークで声かけられても仕方しちゃうんで、で店内に入ってからもうみんなに声かけてるんで、あホームレスの人だと思って、だから小銭をたかってるんですよね、うん、まあ、それをね
あの店内に入ってから気づいて、で出た時もね、まあ話しかけてくるだろうなと思っていたら、やっぱり話しかけてきて、ちょっと店忘れましたけど、こういうドーナツ、はい、いっぱいにはこう 見せてなかった、すいません。で出る時もシカとして行ったら、気をつけろよお前って言われて、めんどくさと思って。いや本当にね、言ってくるやついるんですよ。他ね、本当にちょっと英語を勉強して言ってることが分かるようになると逆に嫌な気持ちになるんですよね、うん、逆に何にも分かんないと、それも分かんないんでいいじゃないですか、分かんないと。分かっちゃうと嫌ですよね。そんなね、残念体験がありました。それはね、客室に戻って残りを食べてパッキングしてね、出たいと思います。まあ、ちょっとね、実はシャワーも浴びたいんですよね。本当にね、自転車めちゃくちゃ汗かいてかなり気持ちが悪いんで、シャワー浴びてパッキングしてね、出たいと思います。ということで今回ですね、請求ということで今回ですね、アルゴンキンオートグラフコレクションホテルですね、一泊ねお世話になったわけなんですけども、こちらね、カテゴリー7というホテルで、結構カテゴリーが高いホテルなんですよね。まあ非常にですね、こちら1903年に建ったホテルということで、本当にレトロなんですよね。雰囲気的にはね、本当に素晴らしいんですけども、まあ、そのね、古さゆえですね、ちょっと床がきしんだりとかですね、またね、お水のね、サービスあるんですけども、コーヒーマシンがなかったりとですね、まあ、あとね、客室も結構狭めということで、まあ、ここら辺がですね、まあ、納得いく方っていう感じですかね。エアコンの効きもですね、寒かったり暑すぎたりね、結構大変でした。まあ、そういうのもありますんで、まあ、なんていうんですかね、レトロな感じをね、味わいたい方はね、結構いいかなと思うんですけども、まあ、万人にお勧めできるかっていうと、まあ、ちょっと厳しいかなっていう感じですかね。まあ、個人的にはそんなに悪くないかなと思ったんですけど、あのスタッフの方とかはね、すごくね、親切で、あの丁寧に接していただけるんですけども、まあ、設備的なね、ところはちょっとあるかなっていうところですかね。まあ、カテゴリー7なんでね、ここだと JW マリオットとかね、あのセントラルパークの近くにあるんですけど、そことかとね、比べてしまうとちょっとね、見劣りする部分はちょっとあるかなというふうに思いました。ということで今回ですね、ここで一旦ね、動画区切らせていただきます。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。